時は第一次世界大戦も終わりの頃、アメリカはドイツの魚雷に多くの被害を被っておりました。上層部はすぐに魚雷を避けるような船を考えよう。開発チームは一生懸命考えましたが、なかなかいいアイディアが出てこない。その中で一人が、そうだ、大体魚雷というのはエンジンのある船腹に向かって飛んでくる。だからこの船腹のところがへこんだような船を作ればいい。皆がそうだそうだと喜んだ。早速そのアイディアを持って上層部のもとへと行くと、お前たちは一体何を考えているんだ。相手の狙撃手がうまかったら確かに弾は通り抜けていくだろうが、相手が下手だったらいずれにしても当たるではないか。こうしてこの特許は無駄になったのでございました。本日は魚雷を避ける船の一隻、ありがとうございました。